はい、10月13日木曜日、怒っていい友の時間が参りました。皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、出演者はいつもの島田教授がちょっと所用がありまして関西に行っておりまして、代わりにですね、ジャーナリスト山口憲之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではもう一方はほぼレギュラーと言ってもいいと思うんですが、月刊正論発行人有本隆さんです。はい、よろしくお願いします。あれ、山口さんはこの番組というか自分でやってる月2回のあれ水曜日ですよね。はい、それと土曜日スカイプで私と毎週やってますが、はい、こういう番組多分久しぶりじゃないかと思うんですけど、やっぱり感じが違うもんですか。どう、全然違いますね。あ、レイちゃんのこと言ってないわ、ごめん。いえいえ、ふと思い出した。ひどい。スカイプでタレントの千葉玲子さんです。レイちゃん、はい、よろしくお願いします。危ねえ、これをそのままね出動率って後でなんていうか怒られるか。いや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 、全然怒んないですよ。まあ、ギリギリセーブ。おかしいなと思いますね。サイン出してよ、違う違う。でどうですか、やっぱり雰囲気違うと違うですか。僕はそもそも文化人放送局さんは報道特集っていうのでね、はいはいはい、最初に呼んでいただいた頃はもう全然違う皆さんだったんで、ね、うん、それぞれなんかテイストが違って勉強になります。もう今や番組、僕も全体は全く把握してないんですけど、それぞれ個性のある人たちでやってるから、はい、最低日に2本3本の場合もあるんですけど、そう、うん、ものすごい時間、延べ時間にするとものすごい時間ですよね。うん、だからそれだけを全部こなしてるっていうのはもちろんスタッフも大変でしょうし、うんうん、ね、出演者もいろいろ大変でしょうけど、まあ、千葉さんよく知ってるし、有本さんも加藤さんも私の政治部の先輩ですからね、うん、胸を借りるつもりでやってすんだ。よろしくお願いします。はい、れいちゃんは何で知ってるの。もともとだって、うん、私が文化人放送局にご紹介したんですよ。あ、そうなの。何を言ってるんですか。それ前の頃、あの 不良だった頃。違う。不良って何。まあ、なんか不良って意味がわからない。意味わかんないですよ。はい、じゃあ真面目に戻ります。岸田内閣の支持率ですね、れいちゃん一番お願いします。はい、岸田内閣支持 38%、 不支持 43%、 内閣発足後初めて逆転。 NHK の世論調査によると、岸田内閣を支持すると答えた人は先月の調査より2ポイント下がって 38% だったのに対し、支持しないと答えた人は3ポイント上がって 43% でした。支持すると答えた人の割合は3ヶ月連続で最低を更新し、去年の内閣発足後初めて支持と不支持が逆転した。これはもう僕毎回取り上げてるんで、もうだからどうしたのというふうにもうツッコミ入れたくなるんですけど、まあ、山口さん自身はその岸田内閣のこの支持率急落ですよね、続落といった方がいいか、の原因というのはどういうふうに見てますか。これは岸田内閣というのは非安倍、反安倍ではなくてね、非安倍的、はいはい、政策を取ることで、はい、メディアを味方につけて、はい、これは流行り病もそうだし、うんうん、金融政策もそうだし外交政策もそうでしたね、うん、非安倍でやってきたんだけど、うん、安倍さん亡くなっちゃったから、うん、非安倍であるということの意味がなくなっちゃったんですよ、うん、だから7月8日亡くなって、ここがピークで、そこからずっと下がり始めた、そういうことですよね。だから、ね、国葬儀がどうしたとか、うん、統一教会がどうしたっても全然違って、うん、違って、はい、要するに安倍さんがいて安倍さんじゃない政策を取ってるからメディアに守られてたという構図が壊れちゃった。なるほど、私はそういうふうに理解してます。なるほどね、うん、それ非常に分かりやすいな。有本さんはどういうふうに見てますか。まあ同じで、僕もその安倍さんって飛来心がいなくなっちゃったから、うん、飛来心、もう雷がもろ当たると、うん、すぐバーッとね、うん、まあね、下がっちゃったと。うん、いうもう風よけ、まあ、飛来心とか風よけの方がいなくなってもろ風を受けると、うん、あっという間に下がっちゃって、まあでも僕よくまだ 38% あると思いますよ。そうですね、うん、いやだから別にその全然不思議じゃない、はい、38もあると思えば。私かまた古い話をするとまた明治時代生まれかと言いそうだけど僕の経験したので一番記憶があるのは竹下内閣、うん、そうですね、3% もできましたからね。なんだ消費税と同じ数字かってみんなで笑ってると思う。 それでもそう簡単に政権ってやっぱりそう簡単に倒れませんよね。何もしないじゃないですか。してない。
何もしてないのに38もあるからすごいじゃないですか。だって和牛のなんか鹿児島に行ってるぐらいでしょ。あと F1 ので三重に行ったりとか、そうそうそう、そういうだけじゃないですか。そうそうそう、もっとやることやんなさいと言いたいですけどね。いや、その何もやってない云々で言うと、例えば安倍さんと対比するのもちょっとかわいそうな気がするけど、安倍さんってきちっと目標があり、しかも政権1回1年で潰れて、うん、もう1回出てきた時が特に違ったんだけど、うん、これこれをやるっていう目標がはっきりしてたじゃないですか。そう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 、岸田さん多分ないですよね。ない。あ、つまり総理大臣になることのみがその目的化してて、うん、なったらどうしましょうと、その先と。おそらくなかったんじゃないかな。だから宏池会が宏池会が広島がこの2つしか言わないというね、そうです、不思議な総理大臣ですよね、うんうん、だからそのね、悪意がないっていう見方と、はい、私はその安倍さんがお亡くなりになった後の岸田さんを見ると、うん、例えば中国にノーと言えない総理である、はい、そうですね、ということがより鮮明になったわけですよね、はいはい、そういう意味ではその人畜無害かというと僕は極めて有害な内閣だと、うん、こういう気持ちが強まってますけどね、うんうん、そうですよね。はい、次2番有本さんが注目となってますがれいちゃん2番お願いします。はい、金子俊平財務大臣政務官、10歳した女性秘書との不倫疑惑にたまたま同じマンション。岸田派の金子俊平財務大臣政務官が10歳年下の女性施設秘書と親密な関係になり、秘書が過ごすマンションに頻繁に出入りするなど不倫関係に陥っている疑いがあることが週刊文春の取材で分かった。で、有本さんが何で文春法の餌食になったのはうんぬんという、またまた岸田派の議員という、はいはいはい、いや月曜日か、これ火曜日でしたっけ、月曜日でしたっけ、文春が先にネットで出すじゃないですか、はい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 、政務官不倫ってもうなんかいろいろ問い合わせがあってね、はいはい、誰だ誰だっていうんでですね、うん、別に僕は誰がどうしようってあまりかあの、ね、関心はないんだけど、やっぱ政務官不倫っていうとね、やっぱりちょっと誰かなっていうのは、あの、その金子俊平さんというのはどういう人なの、僕は全然知らない。これね、みんな知らない、うん、だけど金子和義さんっていう、はいはいはい、あのね、ご存知でしょ、知ってる、の息子、岐阜の、はい、あの人の息子でしょ、そうするとみんな分かるわけ、あ、金子和義の息子なんですよ。あ、まあ、2世議員で、だけどなんかこの人別に今問題ないと言ってるらしいですよ。え、なんで、いや大丈夫ですと、大丈夫です、大丈夫ですね、何が大丈夫なのか分かんないですけども、ちゃんと説明そのやめなくて、前このもう一人のね、吉川さんっていうのは、吉川さん、あの、あ、パパ活はね、静岡の離党したけど、この人はなんかこれから来週予算委員会だから、まあ、野党から突っ込まれた時にねどうするのかと思うんですけども、財務省でしょ、財務大臣政務官ですよね、うん、まあ全く、ひどいあれ、ですね、話で緊張感がなさすぎですよね。まあ、しかもあの大臣だもんね、今 G20 に行ってるけど、なぜ鈴木俊一が 財務に強いって誰がそんなこと言ったのとみんな思うでしょ、だって普通に、うん、え、なんでって、だけど財務省 OK なんだよね、そう、あ、余計なこと言わない、紙を読むだけの人っていうのはもう財務省 OK、 あとおかしいのはね、うん、国会が開会して、うん、今週1週間何やってたんですか、そういうことだよね、うん、だからこれ財務大臣がもうあのワシントン行くっていうのはもう分かってたわけじゃないですか、はいはい、何をそれでその国会ちぐはぐさ、普通国会あったらすぐね、あの政府演説あって予算委員会じゃないですか、うん、です、来週ですよ予算委員会、本当ですよね、もうこの政権のちぐはぐさっていうか、まあ、自民党全体もそうなんですけども、うん、何をやってんだって、まあ、これは野党から批判されても、まあ、この点についてはしょうがないなと、そうですよね、だからね、日程感覚がない、なるほど、ね、うん、もうひどいこれ、うん、それとこの、ね、実際に不倫してるのか何か知らない、たまたま同じマンションか何かいいですけど、でもこういうふうな疑われる行動をやっぱ政務官はやっぱりやっちゃダメですよ、うん、はい、と思います。女性問題は山口さんに振るのやめますね、そういう振りもびっくりしました。れいちゃんも受けてる、まあ、受けすぎですよ千葉さんも。ただ僕金子和義さんはね、あの、はい、加藤派だったんですよね、うん、そうそうそう、僕加藤派担当だった時に、まあ、すごく人のいいおじさんになったんだけど、うん、やっぱり宏池会の悪いところでね、すごく親中派で、うん、財務省に弱いっていうところが一緒でしたよ ね、でその息子さんと聞くとね、うんうん、やっぱり解禁シャツのボタンをあんな開けちゃいけないなって反省しましたね、さっきの写真見て、ああそうでした、うん、やっぱりなかなかここまでやんないじゃないですか、
いろいろね。あ、開口ね。これね。なかなかいないなと思って。なるほどね。着るものも気をつけない。ちっちゃい襟にしようと、シャツは。なるほどね。そういうどうでもいいことを考えました。はい、じゃあ、レジャー次で3番いきましょう。島田さんのツイッターですね。はい、島田先生のツイッターです。岸田首相は核廃絶がライフワークだという、願望は政策ではない。これはさ、この件に関してはあなたの、なんだっけ、インテリジェンスアイでしたっけ、はい、あれの時の夜中1時間のズーム見てる中で これそのものじゃないけど、日本は なぜ核武装しなければならないかと結構詳しく説明してたじゃない、はい、そのことの答えはまさにこれに通じるんじゃないですか。そうですね、うん、あの核軍縮っていうのは核を持たない限り始まらないんですね。そういうことですよね。核を持ってない国が核を持ってる国にやめろって言っても、うん、それは刃物を持ってる犯人に、うん、それを武器を置きなさいって言っておかないと同じなんですよ。あとは戦術核と戦略核っていうのがあってね、うん、大きな核を遠くに飛ばせる国が、うん、戦争したら世界が終わっちゃう、はいはい、これが相互拡張破壊という、うね、まあ、MAD というやつですね、マドリの、うんうん、これがあるから世界の平和を守られてきたんだという基本的な理解が岸田文雄という政治家はないってことなんですよ、うん、核軍縮したいんだったら核武装するしかないんです、うん、まずね、うん、それをただ、うん、核廃絶、うん、オバマが言う核廃絶と核を持たない日本の首相が言う核廃絶は全く違う戦略でないからおかしいんです。 はいはい、それをそんなことを言うということは、島田さんがおっしゃる通り願望はこれ政策じゃない、うん、もうその通りですよね。で、広島出身の議員だからなんて、そんなことは何の理屈にもなってないですよね。それ我々関係ないから、岸田さんどこ出身だろうが、ね、宏池会だろうが、この国をきちんと守ってください、うん、それやらないんだから、ね、まあ、首相失格です。有本さんもまあこの件というか、日本が核武装すべきかどうかということについてはどのように考えてますか。いや、まあ、ウクライナのケースを見てて、プーチンがですね、核の脅しをやってるわけじゃないですか。で、実際にまあ本当に、うん、まあ、ウクライナ国内で核を、うん、撃つことはないと思うんですけども、例えば黒海とかね、うん、まあ、そので対立、NATO との対立が激しくなったらどういうふうな点で出るかわからないんですけど、そういう時にどうするの。岸田さんは核廃絶ライフワークだって言うんですけど、現実の核の脅威にさらされている中にどうすべきかということについてのアイデアというか、どうすべきかということをですね、考えてるのかどうか。なるほどね。核廃絶ってそれ言えばそれはいいかもしれないけど、今起きている直面している脅威にどう立ち向かうべきなのか、北朝鮮が弾道ミサイルを撃ったと、はい、日本を飛び越えるのを撃ったと、うん、その時にまあ核弾頭で搭載するミサイルを撃つという時に、ですね、日本はどうするのかということを、アメリカさん何とかしてくださいというところだけでいいのかどうか、うんうんうん、アメリカだってもうね、ウクライナ正面があるわけだから、うん、かつてのように余裕があるわけじゃないわけじゃないですか、うんうんうん、そういう時自分の国を守るのが総理大臣であってですね、まあ、和牛コンテストに行くのがだけが仕事じゃないんです。和牛は僕は好きですけど表彰式に行くのだけが総理大臣。僕は漫才コンビかと思ったら、そうじゃないの。そうじゃないの。非常にね、いいですよ、和牛は。だけど総理大臣、今有事だと本人が言ってるんだから、うん、有事に対応したことをやってくださいと。あのウクライナだってあれ94年だったと思うんですけども、はい、核を廃絶じゃなくて、ロシアに渡してしまうという、はいはい、ああいう大失敗をしてなければ、おそらくロシアから侵略されることはなかったはずですよ、うん、まあ、今頃になってそれは悔やんでるかもしれないけど、やっぱり核あったんだから、しかもウクライナってかなり核大国だったから、そうです、ね、持ってったらあんなことになってないといういい証拠じゃないですか、あれね。そうそう、例えばね、北朝鮮が水爆の実験をやった、はい、これね、ウクライナにあった氷炭型と同じデザインなんですね。あ、なるほど。ということはウクライナにあった核ミサイル技術っていうのは世界の安全保障環境を著しく悪化させてるんですね。なるほど、なるほど、うん、で悪化しちゃってる今、うん、有本さんおっしゃった通り、今もうそうやってそこに目の前で戦争が行われてる時に、うん、はいはい、何の戦略もなくね、核廃絶っていう人は、うん、これはもうなんていうかリーダーとしては失格ですよね。まあ、少なくとも国連総会までわざわざ乗り込んでいて、しかも中国がどう動くかわからないという非常に緊張状態にあった時に、どうしてもだったらリモートで演説という手間はあったわけじゃない。今は最近そういうことは認められてるから、うん、わざわざ政府専用機に乗ってニューヨークまで行くかで3日間ぐらい日本を空けるわけでしょ。
そんな状況かどうかっていう判断ができてない点でも私はすごく罪が深いと思ってるわけですよ、うん、いや残念なのはね、安倍総理がですね亡くなられてから日本の存在感、はい、注目度っていうのは一気に下がっちゃった。だから岸田さんがこの間その国連に行かれた時でもアメリカでの報道はほとんどなし、ないですよ、ね、ゼロです、ゼロ、ゼロに近いぐらいの、うんうん、もう注目度がね一気に下がっちゃったわけですよ。前は心臓は何言ってるっていうのはねみんな注目されててですね、G7 の中でも、まあ、あの各国のね首相が聞いてくるという時だことだった、まあ、プーチンのこともよく知ってるし、はい、ですけども今岸田文雄何考えてんのって言ったら日本人でも分かんない、うん、日本のメディアも岸田文雄何を考えてるかって分かんないですよね。誰も分かんないですよ、ね、だって岸田に近いと言われているメディアね、大手町の読売新聞とか見ても岸田さんがどう考えてるのかってよく分かんないですよ。分かんない、うん、まあ、本当ですよね、うん、考えてるのかな。あ、いやいや、だからね、安倍さんがやっぱりそのなんていうの、世界の中で突出した政治家だったということの認識はね、嫌いでもいいんですよ、嫌っても、うんうん、好き嫌いは人間ある。だけどね、突出した政治家でその判断力がね世界中が注目してたっていうことは認めてもらわないと、うん、G7 の首脳会議にあると安倍って心臓どう考えてんだって振ってくるわけでしょ、うん、で堂々とちゃんと安倍さん説明できるわけですよ。特にアジア情勢になったら心臓にこれは聞こうじゃないかっていうふうに、うん、あの議長が振るというのが普通になってたという、これはねすごいことですよね、うんうん、で安倍政権下でね、外務大臣は3年8ヶ月かな、うん、やった岸田さんがね、はい、これだけ違う、安倍さんのように長期政権を維持して、うん、世界に名前が通ってる状態じゃないというビハインドがあるとしても、うん、ここまで外交センスがないとね、うん、確かにその有馬さんおっしゃる通り、国連のその核廃絶の演説、はいはい、ニュースゼロですよ、アメリカで。本当ですよ、ね、だって意味がないから、うん、何の実現性もないから、うん、それね、ただ外務省の役人はもうちょっといいスピーチ書けるんですよ、はいはいはい、中身ゼロだとね、ニュースにならない、うん、ならない、うん、これね、外務大臣時代あの人何やってたんだろうって、うん、絶望感しかないですよ、ね、まあ外交は総理がやってて使いっぱしりだったっていうことだからね要するに簡単に言ってしまえば、うん、まあそうですよ。でも本来そうだとしたら、自分がいざ総理になったら日本の外交、世界の安全保障どうするかって、自分ならこうやってみようと思って総裁選出たんじゃないんですかね、この人。違うでしょ。違うのか。総理になりたいだけだったの人。じゃあもうなったからやめてもらうしかないしな。そうだよね。本当に。私もそう思いますよね。